はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回ね、討伐戦第3形態にも入ってますが、まあそれのね、各セッションの節目でねゲットチャンスであります。皆さんもね非常にどれ使うか迷ってるかと思うんですが、天聖ドンドロリジュの絆じゃなくて、なんだっけ、一つ選べる討伐戦絆箱ね。こちら妖怪がね中身絆200で7体ほどいるので、まああと超過者チケットもねあるんですけど、まあどのね妖怪、まあちょっとどっちかつと対象は無課金とか美課金税なんですけど、まあ私がね、まあおすすめはね、みんなおすすめなんだよね、討伐戦妖怪ってみんな強いので、なのでこういう場面で私使いました、あとは使いこなせていませんみたいな感じでねちょっとお話をしていきたいと思います。なのでおすすめ、皆さんねこういう風にこの妖怪使ってるよっておすすめいましたらね、コメントなどで教えていただければと思います。今回あくまでもね、無課金の私の例なので、はい、まああくまでも一例ということで話を聞いてくだされ。転生コインゲットできないんだけどどうしたらいいんだろう。非常無課金ね、はい、無課金になってます。有料報酬ゼロですね。でまあちょっと非常に難しいんだけどね、一応この今までね出てきた中でちょっと話したいと思います。でとりあえずねダントツで使ってるのは桜くくり姫ですね。でしかも3凸までしてます。でしかもくくりは絆もチョップで変えたりするので、もう在庫なんで本当はねぶっ込みたいぐらいなんですけど、はい、くくりが一番使ってます私は。でなんでくくりはね一応ここにもいるので、まあゲットできる人はゲットすればいいのかなと思います。ただねもうこれコメントでもう散々返してんですけど、くくりは雨妖怪、雨妖怪なので黒雨がねとにかくたまんないんですよね。で私もその雨妖怪はこの前やっとねブライダルなんとか御前ができたんだよ、富士見御前か。だけどまあ例えばこれ無課金アーカーなんですけど、この日野神グレード4だし、レイトンさんもグレード、あレイトンさん、日野神よりレイトンさん優先しちゃったんだ。そう前半レイトンだったからな、なんか使っちゃったんだよなっていう感じで、はい、ということで飴集めなきゃいけないので飴かなり大変なんですよ。でしかもねくくり持ってない人ってのはなんか初心者っていうか、初心者とか去年から始めた人で、昔ね黒飴使った妖怪の変換とかも使えないと思うので、まあ、この黒飴の必要さは異常なのでね。なのでだから今討伐戦とかで試してほしいんだよね。くくりってメビナニャンとちょっと似てるので、こっちは力アップなんだけどね、前衛だし、回復力アップカゴお払いバリアで、こっちが回避アップと水アップね。でまあ今水苦手イベントじゃないんであれなんです、こっちもねお払いカゴ、こっちは攻撃速度なんだよね、攻撃速度アップで回復でバリアでしょ。でこっちはね命中アップで超カゴか4体で、なのでまあ前衛後衛の違いと水と土の違いもあるんですけど、メビナニャンでまあちょっと事足りるのであれば、まあメビナニャンでもいいのかなっていうね、そういう考えもあるので、まあくくりはね無理にどうなんでしょう、まあでも1回ぐらい取ってみてまあ考えるのもありかなと思います。役割を考えると別にゼロ凸でもね、期待してる能力はゼロ凸なので、はい、まあもちろん命中も攻撃速度アップしますけど、はい、とりあえず1個ゲットするのもありかなと思いますが、雨問題がありますと。で、私が2番目に使ってんのが、あ、2番目に使うっていうか、まあ今後使うかなっていうのがドンドロですね。で、ドンドロは本当はね、限界突破3凸したい。強打を受けた時、味方全体超過去っていうのが 30% あって、とかね、今後多分吸収ダメージダウンとか 80% とか、80% があるんで、今後ね吸収イベントが多分あると思うんですよ。まあないかもしれないけど、
で、九州ダウンがあるってことは今後九州アップ妖怪が出てくるので、まあ1年に1回はね活躍するイベントあると思うので、まあそれプラスね、あとはこれはもうコメントでいただいたのの受け売りなんですけど、敵の吸収属性ダメージを無効が 80% がありますと。でなのでこれで闇閻魔とかね、鬼を螺旋とかあの辺の、あとカイラもそうかな、この吸収妖怪たちをね、80% 無効なんで、あとはコンを使って保管すればいいので、まあ、こういう闇閻魔とかカイラとかね、強い吸収妖怪を封じることができるので、これは結構ジョカもね封じることができるので、あれですね、いいかなって感じですね。はい。でついでに来たんで3番目ジョカについて話をしますと、ジョカはね強いですですけど、必中っていいんだよねこの世界で。なんで必中超睡眠じわじわダメージ打ち消し超混乱サブリ4体防衛で、まあそういう意味だと4体防衛で使ってるかな。はい。なので国取りで防衛でっていうことで使うのと、あとはスコアタね、スコアタックで回までね100万ダメージ与えたいっていう人に使ってます。でなので最近始めた人って回もあんま持ってないですよね。で最近始めた人、この前のスコアタで回魔のミッションクリアできなかった人、これはね今後回魔ってね出てこないと思うんだよね。なのでそういう人たちはこのジョカゲットするといいと思います。回魔のミッションクリアできない人で、私も小生以上の回魔って8体いて、まあ、5体いればいいと思うんですけど、はい、回魔がね小生以上が5体持ってない人はスコアタの時にね100万ダメージミッションがあるので、その時に使うのでジョカ行ってもいいかなと思いますし、防衛でもね使うのでジョカもいいかなと思います。まあ、これもショップが開封されたら行きたいかなと思ってますね。はい。まあ、ちょっと順序逆にいろいろちょっとごめん前後しちゃったけど、ジョカについてはそんな感じで、ごめんドンドロちょっと中途半端だったんでもう一回付け加えると、これねさっき見たけど 80% であとがあるのでね、であとこれもね、ヒットポイント多いほど守りアップとか少ないほど回避アップとか、まあ、非常に逆転ファイター的超過護もあるし、限界突破2になればね予期ゲージ減少していくし、まあ、4、5までいけたらすごいけどね、まあ、防衛と今後あるであろう吸収イベントで活躍したいなというところで、まあ、私は1凸かな今回で、なんですかね。はい。なので期待はすごいしております、ドンドロはね。まあこれからの条件なんで、みんなとね条件一緒なのでドンドロはねちょっと期待してます。で、まあ、早めにこれ言っちゃうと、風流はね出てきた時私すごい期待してました。というのも私の好きなタイプの妖怪で、クリティカル悪い取り付き返しで、自分の得意なプリッチポカポカ 50% アップで、施設ダメージあって国取りでも使える、風も 20% アップがあって、ぶつかりも無効にするぜっつって、限界突破は初期の妖怪なんであんま大したことないんですけど、なんか基本ができてるしっかりした男なんですよね。しかも風耐性ダウンって、ほら今後ほら風ダップが多分まだ今来てないので、まあ、ブルジョアジーとか風イベントが来た時に、まあ、もしかしたら使うかもしれないので、なのでね、まあそういう意味だとまだ期待してます風流は。なんでただね、私これいつも言うんですけど、プリチーポカポカのイベントって、まあ、今久々にポカポカやってますけど、あ、この前ツキヨミでポカポカ久々に会ったけど、まあ、あの時は風が苦手じゃなかったんだよね。でね、まあこれそうか、とにかくねプリポカで風が苦手な野郎のイベントが全然ないんですよ。もうね風流が出てから一度もない、一度ぐらいあっていいだろうと思うんだけど一度もない。なので風流が活躍したことが一回もないんだよね。あったお前が出てから1年以上時が経つが、風流にぴったりに面倒、例えばさプリーチ氷とかよくあるわけさ今みたいに。で不思議
不思議にょろろ、そうだね、第二形態あったね。あれ火が得意なんで、火はあったけど、まあ、風が来ないのよ。でとにかくね、不思議にょろろん風得意ってイベントがもう全然来なくてね。で不思議にょろろん風得意って、まあ、天狗をはじめそんなにいないのよね。まあエンラいるけど、まあレイトンさんが最近できたかということであんまりいないので、まあそれでなのでね、わかる、こうなったらさ風流活躍できるじゃん。でまあそういうこともあって、私はさっき見たらわかると思うんですけど、こうね討伐箱信玄とかこの辺はなんかこう有事に備えて、まあちょっともしかしたら風流使う時が来るのかなっていうところで、まあ取っといてる部分はあるんですよ。この除火の時もこうやってのやってて、しかるべき風流が活躍する時のためにちょっと温存したり実は私してまして、うん、でなんか海馬が活躍するイベントがもしかしたら来るかなと思ったら除火に使おうかなとかなんですけど、まあ、私はさっき言ったね100万ダメージは達成してるので、まあ、そこまで除火、まあ、防衛もそこまで除火で、うん、あれなんだよなっていうね、うまく使いこなせてないんだよなっていうのもあるんですけど、はい、まあ、そんな感じで一応待機しててというところで、もう風流いつでも上げれるあれはね待ってるんですけどね、はい。なんで、うん、まあだから私結構ねイベントで、あ、これ超活躍するなっていう時にあげたいので、まあ私こうやって溜め込んでてね失敗するタイプなんですけど、はい、まあそんな感じです。なので風流はね素材はとても気に入ってるんですけどっていう評価です。であと武田信玄とナタですね。武田信玄はめっちゃおすすめですね。国取りで強い人たち使ってます。なんで強いかというと、前もね国取りのダイナメージ出し方っていうところでやってるんですけど、信玄はねこの力 30% アップがあって、さらにね、命中クリティカルと、あと自分の得意種族に強いっていうのと、あと1体もあって、でぶつかり撃破で力アップ 30% っていうのもあるんですよ。だから開幕で 30% と 30% でバフがかなり効いてるんですよね。そして逆転ファイターでもあるので、ヒットポイント少ないほど力アップもある。つまり1体でぶつかりでやられた後も力アップになるんで、どっちにしろ力アップになるんですよ。なのでこれはねかなり使えて、国取りで大ダメージね、そう、私他の妖怪いるんであんまり使う気にはいいかなっていう程度なんですけど、ただ豪傑でね火だけじゃなくて風も得意ですし、うん、これはね国取りで大ダメージ出したい人は武田信玄いいので、これは使えますよ。なので国取りでちょっとアタッカーいないなっていう人はね、ぜひこの武田信玄かなりおすすめですね、はい。なので打ち消し強打も使えてね非常にいいですし、技封印もあるしね。なので武田信玄火力も1000あってねおすすめなので、回避も高いしね、これ攻撃速度も速いので、うん、なんか今のところ勇まし豪傑イベントで使うってないんですけど、ただ短期決戦のねイベントで結構使ったりできるので、うん、結構いいかなと思います。であとはナタですね。ナタはね私大好きなんですけどね、短期決戦でよく使います。でナタがなんで好きかというと、まあ武田信玄もそうなんですけど、ナタは火の妖怪なんですけど、これですね、命中ダウンがいいんですよ。で命中ダウン、まあ相手が最近ねボスが必中とか使ってくるんで、まあちょっとそこはあれなんですけど、ただね必中は必殺技だけなんで、それ以外の攻撃が命中ダウン1回打てればね、かなり相手の攻撃や取り付く当たんなくなってね、この小生ナタと転生ナタ昔はね一緒に使って命中ダウン攻撃をね一時期流行った時代があって、しかもこれですね、強打を払い打ち消しって、この3つを全部打ち込めるので、これがね非常に短期決戦とか、まあいろんなややこしい決戦ですごい役に立ちました。陽気ゲージ速度 70% アップもいいので、なのでまあそういう意味でね、本当は私これめちゃめちゃナタは強くしたいです本当は。
本当はしたいんですけど、まだそこまでしてクリア、ナタがそう2突しなきゃクリアできないっていうイベントが来てないのでやってないんですけど、まあ本当はしたいかなっていう感じですね。なので、あの、ただね、なんでしてないかっていうと、これね、討伐戦最初の方の妖怪なんですよね。だから上位の方ね、結構ごとつしてるんですよ、この妖怪。だから今さらごとつしても上位に追いつけないじゃないですか。追いつけないっていうか、なんか、あの、抜けないというか、上位を出し抜けない、わかる？もう上位の人がもうちゃんともうごとつにしちゃってるので、なので、なんていうんですかね、でも上位の方、例えば風流はさ、上位の方たちごとつしないわけじゃん。そう、だからなんかね、今さらやってももう上位の方たちはやってるので、なんかそこがあれですけど、ただね、ナタがごとつだったらいろんなイベント楽だろうなっていうかね、はい、悪い取り付き時間減少もいいので、まあ非常に短期決戦でね、イベントの短期決戦ですごいよく使いましたので、はい、なのでこれも超おすすめですね。なので、ちょっとこの動画すごいね、やるか迷ったんですけど、非常にみんないいんですよ、改めて言うんですが。なので、もうどれを取っても使い道はあると。ただジョカと、あ、最後シブがあった。ジョカとシブ、あとは何を優先してるかなんだよね。シブもめちゃめちゃいいですよ。今ほら、万里の試練のハードモードのボスでね、出てきてる通り、技封印、召喚封印で、ね、自分に注目妖怪ってすごい、短期決戦でね、すごい役に立って、まあ今もね、バレの試練のハードモードで、私も全然やる気起こしないんでやってないんですけど、みんな苦しめてると思うので、しかもいろんな種族にね、あるんで、これも、すごいいいですね。1体もあるんで、注目が発動しますし、限界突破すればさらにね、注目を受けた時に取り付く封印とかめちゃめちゃ強いんでね、なので、本当にね、これもう好みですね。毎回私言って逃げるんですけど、なんでもう使いこなせるもんだったら大魔王シブも使いこなしてえなっていうね、そんな感じですね。なのでは、ね、わかるでしょ、私がこれを溜め込んでるのが。そう、だから私はね、待ってるんだよ。とりあえず素体だけ1体取って、あとは使えるのを待つっていうか。で、くくりは結構ね、これ以外の復刻が結構あったんですよ、これ以外にも。なので、くくりはね、あんなにとつってるんですけど、なのでね、正直ね、私はもしかしたら風流が大活躍するのを待ってるのかもしれないんだよな、これね。正直ナタもめちゃめちゃ大好きなんだけど、でももう他の人あげてるしな、でもさすがに風流ってあげるやついねえよなという言いつつね。そう、なんか風流の活躍イベントを待ってる部分はあるんだが、ただね、もう風流別に強くねえかなっていうね。そんな感じになってたりはするんだけど、まあ不思議はね、オロチが出てきちゃったんで、もうオロチにかなわねえなっていうところもあるし、ただこの前ね、伏流がほら土イベントで大活躍、この前もね、したし、その前も活躍したので、スコアタでも活躍したし、この前の京都でもね、前半戦活躍したので、なのでね、分かんないんですよ、いつ誰が活躍するか。まさか伏流が活躍するなんて夢にも思わなかったから。なのでね、私はどっちかというとこういうスクワタとか討伐戦とかそういう時に、まあ今回みんなダメージカンストしてるからいいと思うんですけど、まあそういう時にカンストしないと、あ、これカンストしねえな、ミッションポイント。今回ちょっとなんか失敗したのかな、なんかやられきらないと失敗したんだけど、でもダメージカンストしないと結構差が出るじゃないですか、討伐戦とかね。私はそれが嫌なので、まあなんていうんですかね、
最有力アタッカーになるためにちょっと温存してるって感じかな。はい、なので一応ねそれぞれの長所をお話したと思うので、まあね自分の不足してる部分、ナタのね必殺打ち消しお祓い強打ってめちゃめちゃ短期決戦で役に立つので、まあほんとねナタを強くしときたいとか、あと国取りはすごいなかなか10位に入れないとかそういう人は武田信玄使うといいし、金貨のね10位で、でも国取りはなんつうのやる気でなんとかカバーできるなっていう部分もあるので、っていうところでねいろいろ考えながら自分でね何を優先するか、くくりだったらもう今回も討伐戦のね第3形態ですごい活躍するけど、まあ、さっきも言ったけどねあれはなんつうのあのメビナニャンでいいんじゃないのとかね、うん、まあいろいろあるので、はい、自分の何を重要視するか、何を自分が好きなのかとかね、そういうのを重要視して選べばいいのかなと思っております。あと自分がね始めたばかりでこの種族が足りないとかね、そういう理由でジョカを選んでもいいと思いますし、はい、そんな感じで ベテラン組はねもう持ってるので、なんていうんですかね、そうこっからね強くするのかなり大変なんでね、なのではい、こう私みたいに持っといてここぞっていう時にねですし、まああんまりねさっきも言ったけど溜め込みすぎちゃうとさっきの結局風流みたいにもうなんかほら絆がもう使えちゃうみたいなそんな風に来るので、まあなんか早く決断した方がいいんですけど、まあ私はとりあえず困ってはいないので、あとここだっていう時になんか使いたいなと思って私はこんな風に待機している感じですね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。はい、そんな感じでいろいろね、いやね支部も使えるんだけどな、使いこなしててないな、支部はちょっとほんと使いこなしたいなと思ってますね。私エンドを持ってないので注目妖怪があんまいないんでね、はい、エンドを持ってる人はいいけどねとかね、はい、注目妖怪はやっぱ本当だから支部使えんだよな、うん、注目妖怪をちゃんと持って使いこなせない人は支部いいですね、うん、支部を使うのを覚えなきゃなっていう感じでございますね。なんでみんないいのでね、はい、それぞれうまく使ってみてください。おすすめも自分はこういう風に使ってておすすめですっていうコメントね待ってますんでよろしくお願いします。はい、じゃあすいません、また会いしましょう、さよなら。そう、使ってるっていうコメントが欲しいね、こういう風に使ってるっていうね、よろしくね。